感謝です ね、 ね国民の一人として本当にね感謝の気持ちを込めさせていただいた。これ作りましたんで、でね結局どのぐらいでできたかっていうと、平成とはどのような時代でしたか。自分のやはり、成長とともにっていうのかな、ね、歴史っていうのかな、ね、そういったのがもういっぱい思い出が詰まってるというのかな、ね、これからももちろん未来が、ね、令和とともにまた始まりますけど、そういった意味からしましても自分自身のもう歴史そのものかなという気がしてなりませんね。17時から津軽三味線川島忍さんのステージ。